女優やタレント、キャスターとして年々活躍の幅を広げるホラン千秋さん。頭の回転が速く、コメントも的確、さらに美人で才色兼備といった感じですよね。今回はホラン千秋さんの学歴やブレイクのきっかけなど、経歴とともにご紹介していきます。ホラン千秋プロフィール。ホラン千秋さんはアイルランド人の父親と日本人の母親の間に生まれたハーフです。また弟さんが一人いらっしゃいます。彼女は5歳の時、友人の母親から記念にモデルをやってみたらと勧められ、キッズモデルを始めました。そして14歳で芸能事務所アミューズに所属し、女優として活動を開始。高校在学中、2005年2月放送開始のスーパー戦隊シリーズ第29作、魔法戦隊マジレンジャーの悪役、ナイ役でテレビドラマ初出演を果たしました。その他出演した作品としては、2006年、マイボス・マイヒーローの天童ゆかり役、2009年、メイちゃんの執事の水沢さとみ役、2014年、リーガルハイスペシャルの野々宮看護師役、2016年、砂の塔、知りすぎた隣人の小野彩香役、2019年、ノーサイドゲーム第3話のゆうたの母親役などがあります。そんな彼女は芸能活動をしながら学業もしっかりこなし、多摩市立豊岡中学校、東京都立国際高等学校を経て、2011年3月、青山学院大学文学部、英米文学科卒業。大学卒業後はアナウンサーを目指し、すべての民放キー局で試験を受けるも、いずれも不採用だったそうです。その後はフリーキャスターとして活動するようになり、2017年4月3日からは TBS 系列の報道番組 N スタのキャスターに就任されています。ホラン千秋の学歴は？ホラン千秋さんは東京都立国際高等学校へ進学されていますが、この高校は都立高校の中で唯一国際化クラスがあり、英語のほかドイツ語、スペイン語も学ぶことができる学校で、偏差値67という難関校です。当時すでに女優活動をされていましたので、難関校に通いながら両立していたのはすごいですね。そして高校卒業後、青山学院大学文学部英米文学科に進学。こちらも偏差値68の難関大学として有名ですね。さらにこちらの英米文学科は大学の看板的な学部で、他の私立大学の英米系の中でも最難関と言われています。そんな優秀な学生が集まる学校で、なんとホランさんは成績が非常に良く、2009年度学業奨励賞を受賞し、1年間オレゴン州立大学への留学を手にしました。現地では舞台を専攻していたそうです。そして2011年3月、青山学院大学を卒業しました。とても知的な方だとは知っていましたが、ここまで秀才だとは知りませんでした。このように華々しい学生生活を送っていたように見えるホランさんですが、実際はかなり地味な学生だったようです。大学の学園祭には在学中一度も参加したことがないそうで、一度だけ参加してみようと思い大学へ向かったことがあるのですが、結局校門前で引き返して自宅に帰ってしまったそうです。またサークルや部活に所属もせず、授業が終わると近所のスーパーでレジ打ちのアルバイトをしていました。現在のホランさんは元気はつらつなイメージだけに意外ですよね。ただもともとかなりの人見知りでインドア派なのだそうです。学生時代、休日は自宅にこもり、すっぴんにメガネとジャージ姿で生活していたそうで、それは現在でも全く変わっておらず、仕事がない日は予定がない限りほとんど家から出ず、自宅に引きこもり、
漫画や海外ドラマを楽しんでいるそうです。帰省した際も同じスタイルで自分の部屋にこもり、食事をするときやテレビを見るとき以外は出ないで過ごされているそうですよ。ブレイクのきっかけは、留学から帰国後、ホランさんはアナウンサーを志し、就職活動では全ての民放キー局のアナウンサー試験を受けましたが、結果はどれも不合格。その後はタレントとして活動していたホランさんですが、ある出来事をきっかけにブレイクすることになります。それは2011年、ドラマ、日はまた昇るの、小宮山千佳としての役作りのため、長かった髪の毛をバッサリ切ったことでした。するとそれからはバラエティ番組など出演のオファーが続々入るようになり、2012年にはニュースゼロのキャスターに大抜擢され、気取らない性格とはっきりとした発言で引っ張りだこにブレイクを果たしたのです。そして現在は TBS 系報道番組 N スタでキャスターとして活躍されています。現在はショートヘアがすっかりトレードマークになっているホランさんですが、彼女はザ・ビューティー・ウィーク・アワード2014の受賞式で、まさか長かった髪の毛を切っただけでこんなにも変わるなんてと話し感激していました。恋愛は、知的で美しく男性ファンも多いホランさん、恋愛事情が気になりますよね。学生時代には彼氏が途切れたことがなかったそうです。しかしブレイクしてからは熱愛報道などは全く出ておりません。数々のインタビューでホランさんは、今は仕事が彼氏です、もっと頑張りたいですと話しており、今は仕事に熱中していて恋愛は二の次のようです。しかしいつ彼氏ができてもいいように料理教室に通ったりと、花嫁修行はこっそりと進めているみたいです。そんなホランさんは芸能界でもファンが多く、実際に坂上忍さんが日本テレビ系トークバラエティ番組踊るさんま御殿に出演した際、憧れの人としてホランさんの名前を挙げていました。また武田真治さんもホラン千秋さんがタイプと公言しています。いかがだったでしょうか。女優、タレント、キャスターとマルチに活躍しているホランさん、今は仕事が恋人のようですが、プライベートでの嬉しい報告が聞けることも楽しみにしています。今後も彼女の活躍から目が離せませんね。